それでは、質問を受けしたいと思います。ご質問では取り出していただきますので、関連の方がおっしゃってから前の前の質問をいただきます。ご質問はございますでしょうか。これはさっきも触れましたけれども、融資枠今1480億円なんですけれども、かなり満杯近くなっている。で、例えば7月の平均でですね、一件だいたい1750万円ぐらいの融資をしているわけですね。で、だいたいそれで月200件失礼しました。2000件ですか。それで5ヶ月続くということになりますと、だいたいトータルを3000億円ぐらいにしないと、対応できないと。なるべくならですね、景気も早期に回復して、これがそんなに使われないということをもちろん望みたいですけれども、なかなか厳しい経済環境をそう簡単に早期に回復するとは必ずしも思えないので、そうした面でもちろんやや安全側で確保している。ただ実質的には今の融資枠もほぼ満杯に近くなっていますので、妥当な見積もりではないかと思っています。昨日労働局の方から県内の有効求人倍率が 1.1 ぐらいだったかちょっとですね、かなりちょっと低水準になってきて、まだ1倍以上ありますけれども、ちょっと低くなってきていて、コロナの経済の影響が長期化と見込まれると思うんですが、そういった、長期戦といったらあれですけれども、そういった、企業への支援、長期化を見込んで、そういった大幅に増圧されるというか、そういう意味合いになりますか。そうですね、例えば、5月、6月、4月段階でも、地域、事業持続化地域再生支援金とかですね、さらに地域 の、 企業の、再生、ということで新しい制度もいくつか作って、できるだけですね、こういうコロナ禍にあっても新規の設備投資あるいは新商品開発新技術開発が進むように応援はしているんですけれども、まだまだ今ほど申し上げた実質無利子無担保なんかの資金需要が旺盛ですから、もちろん新たな設備投資ということもあるとは思いますけれども、こうした精一杯枠を確保して、そして企業のまず当面の資金繰りはしっかりしてもらう、さらにいろんな将来アフターコロナを見据えたですね、設備投資もなんかも積極的に支援する、そういう姿勢でいきたいと思います。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。NHK の佐々木と申します。お願いします。今回補正では新型コロナ対策が大きく膨らんで、9月の補正額としては6倍ぐらいだと思いますが、ここに対する、県としての新型コロナに対する意気込みというかですね、思いを教えてください。はい、新型コロナウイルスについ感染症についてはですね、やっぱり県民の皆様の命をと健康を守ると
ということで、これはあの、まあ、全力を挙げて取り組まなくちゃいけないと思いますし、まあ、同時にその新型コロナウイルス対策は徹底してやるんですけれども、まあ、そのことによってあの社会経済活動が停滞しすぎてですね、ますと巡り巡って県民生活にしわ寄せ大きな負担が起こりますから、やっぱり社会経済活動もなんとか維持して、まあ、できれば活性化するようにしたい、まあ、そのためにはですね、まあ、いろんな政策を打たなくちゃいけないので、まあ、それにはまた必要な財源も必要だと、まあ、そこでご承知のように最初国の地方創生交付金は一時予算で1兆円だったんですけれども、富山県はじめ、まあ、地議会全体でお願いをして2兆円増やして3兆円してもらいました。で今回それを最大限に使ってあの、まあ、まずは新型コロナに打ち勝つ対策、感染症対策、医療提供体制整備、またさっき冒頭申し上げたインフルエンザの予防接種、これも富山県が最初の取り組みで、まあ、これをやることによって市町村長さん方にお話して、まあ、もしよかったら中学生なんかやってくれませんかというお話をして、多くの市町村でやってくださってますし、またこういう取り組みを全国知事会でも紹介してぜひ全国でやってほしいというのは、いくら富山県が頑張って自分のところだけ感染者一旦減らしても結局よその大都市なんかで増えてくればね、また徐々に伝播していきますから、やっぱり全国でそれぞれの地域の、まあ、特色も踏まえながらしっかりやっていくことが必要ですから、まあ、そういう予算を、まあ、目いっぱい組ませてもらったと、まあ、ですから、まあ、結果として9月補正予算の金額としておっしゃるように、まあ、かつてない大規模なものになりましたが、まあ、おかげで国からも交付金もいただきましたし、まあ、もうちょっともらわなくちゃいけないことになるかもしれませんが、まあ、せっかく国も厳しい財政状況の中であの交付金などを確保していただきましたから、これをできるだけ有効に使ってですね、まあ、なんとか新型コロナ対策、同時に経済社会活動の、まあ、維持活性化、これに全力を挙げたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。富山アラートを、まあ、お盆前の8月1日に、まあ、出させていただきました。まあ、その後も、まあ、おっしゃるように感染がまだまだ続いているんですけれども、まあ、例えばあの一時あのカラオケでですね、集団感染、あの富山市と大洲市で合わせて 4箇所起こったんですけれども、まあ、これについては8月19日を最後に今のところカラオケに気にする集団感染というのは出ておりません。ただあの残念ながらお話のようにやっぱり毎日まあ数件ずつですね出ております。で、まあ、またあの、まあ、あの皆様の方もおのずから数字は分かると思いますが、どうしても特定の市にですね、まあ、相当集中して8割ぐらいあの集中してるんですけれども、まあ、あのぜひですね、あの県民の皆様にはより一層の緊張感を持って、まあ、新型コロナに、まあ、感染しませんように、まあ、不要不急の外出の自粛とかですね、特に感染が多い県外への
まあ、ご使用移動とか、あるいは密の密を避けるとか、またあのマスクをするとか、手洗いでいこうとか、まあ、お願いしたいと思います。で、あの前にですね、あの富山アラートを出したときにも、あのまあ、4つの指標を若干手直ししてお示ししておるんですけれども、まあ、今のところですね、あの4つ指標ありましたね、あのでそのうちの新規感染者の数とか感染経路不明の新規感染者数というのは残念ながらあの当時もそうでしたが一応メル基準を上回っております。ただあの1つ目の入院者数、それから重症病者病床稼働率、これはいずれもまだあの第3ステージに行くときの半分まで行くと第2ステージという、まあ、そういう状態が数日続けば第2ステージということになるんですが、今のところ、まあ、そこまで、まあ、行っていないそういうことでありますので、まあ、なんとかですね、あのできるだけこれからさらに感染が大きく増えない、むしろできるだけ減るようにですね、これはあの、まあ、事業者の皆さん、県民の皆さん、また我々行政もですね、まあ、一体となって高い緊張感を持ってやっている、また医療従事者の皆様はじめ関係の皆様にも本当に献身的に努力していただいてますけれども、まあ、そこで今度の予算でも、まあ、医療金をちゃんと配る範囲を増やしたり金額を増やしたり、それからあの、まあ、例えば介護施設なんかでも濃厚接触がなるべく減るように介護用ロボットを積極的に導入するとか、あのいったいろんなからあの対策を予算に計上しております。まあ、そういったことをしっかり噛み合わせてですね、あの、まあ、対応していきたい。まあ、ちなみにあの例えば PCR 検査センターもですね、あの4月頃でだいたい1日70件、処理できる体制、それで全国で5番目に、まあ、PCR 検査丁寧にやってる県だと言われてたんですけれども、まあ、最近ではもう230件ぐらい、処理できますし、まあ、この秋になりますと700件以上、うまく運用してフル活動すれば1200件ぐらいまで対応できる体制になってますので、まあ、日本の地方の中では、まあ、トップクラスで PCR 検査体制も整備、してる県だということになると思いますし、またあの病床数もですね、4月末入院患者が一番多い時には確か104床だったと思うんですが、その時点で富山県は205床を確保してあって、今は確か340床を確保してある。で、それで十分だと思うんですが、最大500床まで確保することにしてますし、からさっき申し上げたように軽症者用の方は減塩牢で50床、それから今大体目処が立ち去るのがあと100床ぐらいで、予算上はしかし念のため200床分用意しているということですので、まあ、相当あのいろんな事態に備えてですね、まあ、対策体制は整備できているかなと。まあ、かつ予備費も通常より少し多く、まあ、10億円ということでありますので、まあ、県民の皆様からご覧いただいてもですね、まあ、相当県がいろんな事態を考えて、まあ、取り組んでいるなと思っていただけると思います。なおあの感染者だんだん収束値が少なくなっていってほしいんですが、仮にですね、今後さらに増えるという事態になればですね、そういう時に改めて専門家の皆様に集まっていただいて専門家会議もやりましてですね、まあ、対応を考えていきたい。まずはしかしそこに行かないように努力しておるということでございます。ありがとうございます。はい。NB の記者なりです。まあ、総論的な話、その的な話というか、知事の現任期の残りまで、まあ、あと2ヶ月、選挙の告示まであと1ヶ月ほどにというタイムスケジュールになってきました。で、今日はまあ、9月補正の発表ということで、この後9月議会もあり、まあ、あの直近の、まあ、コロナ対策という部分で、
しっかりソーシャルされるのかなということを補正の資料を見て思ったんですけども、事前の現状に目を転じると、3人目 の、まあ、あの名乗り上げた方として、川口栄子さん、我々も取材で、よくお世話になっておるんですが、まあ、ボランティア活動だとかそういったことに、まあ長けて、頑張ってこられた方、それと、まあ、新田さんという部分で、まあ、このお三方になるのかなという部分もあるんですけども、まあ、県民が望んでいるのはこの先の知事の言われるところの、まあ、大きめですけれども、その政策論争というのを正々堂々とやってほしいという部分も、あると思います。まあ、現時点その9月議会対策であるとか、目の前の課題もありますけれども、父のその、まあ、今政策パンフレットが配られておりますが、5期目に向けたその、マニフェストといいますか、その政策の発表のスケジュールも含めて、まあ、この現状のタイムスケジュールの中で今どういう動きをしておられるのか少し教えてください。はい、まあ、あれですね、まあ、私自身が、まあ、今度の、まあ、知事選挙に立候補の表明をしているわけですし、また、いろんなパンフレット類にもですね、今後の目指すべき方向は大まかには出ておるんですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、遠くない将来にですね、もう少しより内容を深めたというか、より少し具体性を持たせてね、まあ、政策発表をしたいなというふうに思っております。ただまあ、いつということになりますと、少し、まあ、いろんな方からご推薦もいただいていることもございますから、まあ、関係方面ともですね、いろんなところと政策協定も結んでますし、まあ、ご相談しながらですね、あまり遅くならない段階でですね、発表させていただければなと。まあ、まあ、ただ、まあ、これまでも、まあ、いろんな分野でそれなりに政策を積み上げてきておりますから、まあ、まあ、私が少なくともいろんな場合時に県民の皆様、有権者の皆さんとお話ししますと、まあ、とにかくもちろん当面の新型コロナ対策をしっかりやってほしいということと、やっぱりさらに富山県がですね、元気になるように、ぜひ県民が希望が持てる、また夢を持ったり同時に、まあ、信頼できる、ね、政治行政をやってほしいということだと思いますので、まあ、そういったことにしっかりお答えしていきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。北日本新聞の尾形です。ちょっと補正の中身に戻るんですけれども、4番の東京観光プロモーション事業について、まあ、おっしゃるのは、この冬季観光プロモーション事業の中で、具体的にどんな、例えば、県産品なんかを出すのかとか、そういうことですか。今ですね、ご承知のように、国の GoTo トラベルキャンペーンに、まあ、ある程度か、こうした感じでですね、富山県 GoTo ウェルカムホーム促進事業というのをやっておりまして、まあ、ここでもですね、富山ならではの特産品とか伝統工芸の体験とか、ある程度
まあ、旅行者の方が選択できるようにしてあるんですけれども、まあ、今度のですね、まあ、冬季観光プロモーションでもですね、先ほどのウェルカムホームの場合、おおむね5000円程度のコースを、まあ、作って選んでもらう。例えば、まあ、水産関係で海の恵みコースとか、農産関係で大地の恵みコースとか、名刺コースとか、まあ、いろいろ作ってあったんですが、まあ、今度の冬季の観光のプロモーションの場合もですね、大体、まあ、5000円をめどにして、例えば冬の食の充実を図る。まあ、そうなるとブリとか、まあ、ベニズワイガニとかですね。それから冬の食の充実では、例えばブリ大根なんかもありますね。それから冬に向かっては新しいお酒も出ますから、新酒も盛り込む。まあ、その他のクラフトのコースですね。やっぱり富山県伝統工芸が盛んで、まあ、いろいろ工芸の体験したいというニーズも結構根強くありますから、そういったクラフトコースとか、から富山のお菓子も結構ね、全国的に評価の高いものもありますので、そういうメーカーコースとか、それから少し詰めなきゃいけないのが、例えば海の観光というのをもっとやりたいと思ってますので、釣りを楽しむコースとかですね、まあ、いろんなことが考えられると思います。まあそれから今申し上げたものを少し組み合わせてね、例えば和菓子と伝統工芸を楽しむとか、白エビと地酒を楽しむとか、まあ、いろんな組み合わせもあると思うんで、まあ、これはできるだけ、まあ、予算案として9月議会に出しますけれども、同時並行的に実践的に詰めてですね、できるだけ魅力あるものにしたいと思っています。絡んでもう一本したいんですけれども、冬にですね、新型コロナの、まあ、感染というものが、その状況が、まあ、どうなっているかというのは見通せない、もしかしたらその今よりも拡大しているかもしれないという中で、3億円、という額をかけて、観光プロモーション、あるいはキャンペーンをするということになると、もしかしたらその状況によっては、そのアクセルとブレーキを同時に見るというか、ちょっとその感染対策と矛盾が生じることになるかもしれない、まあ、これはまだ分からないですけれども、そうなるかもしれないという、ことについては、どういうふうに考えておられるでしょうか。まず国のね、GoTo トラベルキャンペーンについてはご承知のような経過で東京都が対象になったんですが、まあ、国の方ではちょっと不確定要因もあると思いますけれども、少し収まりつつあるという専門家の意見も、まだ正式にはないのかもしれませんが、そういう意見もだいぶ出てきて、東京都もいずれ含める価値議論もあるようですね。しかし同時にそういういい方向に行くのが一番望ましいんですが、お話のようにもっと厳しくなった場合どうするかということは当然あり得るわけで、ただ我々の方は国の GoTo トラベルキャンペーンも本当はですね、近隣のまずは感染の少ないところから始めた方がいいのではないかと、申し上げてたんですが、やっぱり国の施策で、ああいうふうに進めておられるので、じゃあ例えば東京は病害されたとして、比較的感染のいいところから来た人には得点を上げないということもいかがかなと、実際どこからいらしたというのをうまく補足するというのは非常に難しい面もありますから、ですから今後の事態によってよほど極端にね、特定のところがすごく感染が多いと、そういうところから来ていただくとどうも困るなという場合には、それはここの問題としてまた考えてみるということではないかと思うんですね。そういうことになれば、例えば国の方の GoTo トラベルキャンペーンも来年の1月末までの予定ですけれども、国自身もちょっと場合によっては政策を見直すということもあるかもしれないし、からうちの方のこの冬季観光プロモーション事業は必ずしも国の GoTo トラベルキャンペーンと連動しているわけじゃないんですね。国の GoTo と関係なしにいらした人にも、この
特典は差し上げるつもりですので、まあ、その辺は、まあ、今後の状況を見ながらと。ただ、まあ、幸い今のところ、まあ、県内も、まあ、6月末に比べればもちろん増えているんですが、まだステージ2に行くような状態ではありませんし、まあ、今後の状況を見て、まあ、よほど極端に感染がすごく多いというところが出てくればね、まあ、これは個別の問題としていかに対応するか、まあ、これは関係業界、あるいはもちろんいろいろ県議会とかいろいろご意見あると思いますので、関係方面とも相談しながら適時適切にやっていきたい、こういうふうに思います。あと最後に、もう一点なんですけれども、知事選に絡んでなんですけれども、森喜朗元、まあ、首相がですね、はい、知事選に候補の協議所、一田さんに、応援のメッセージの動画を寄せておられまして、でその中で、まあ、知事のことを、まあ、いい方だと、長い間お世話になったというふうにおっしゃっておられる一方で、その富山も石川も福井も、その官僚出身の知事を長持ちさせすぎるところがあるということをおっしゃっており、まあ、その動画をご覧になっておられないと思うんですが、まあ、それに対するちょっと福留担当の人をお聞かせ願えればと思うんですけれども。私はその動画、残念ながら忙しくて拝見してませんので、コメントは差し控えたいと思います。県税の見通しということですか。まあ、それはやっぱりこれだけ景気が落ち込んでるんですから、まあ、例えば地方消費税なんかにも影響してくると思いますけれども、まだ今後の経済動向、まあ、それによって税収がどう動くかっていうのは不透明なところが多いですから、まあ、それをもう少し後の段階でですね、予算上も必要な措置を取ると。ただ前にも話してますように、例えば法人関係税はどうしても景気の動向によって影響、税収が下振れしたり、時にはちょっと上振れしたりということも多いんで、まあ、減収大幅になったときは減収を転載ということもね、お願いしています。で、今年の場合はさらに中小費税もですね、下振れする可能性が非常に強いので、まあ、すでに総務省などにはですね、減収を転載の対象に、まあ、地方消費税も加えてほしいと。で、そのことはもう全国知事会としても、この間地方税財政常任会を、まあ、ウェブで開催しまして、そういう結論になってますんで、で、まあ、別途総務省にもここにお話をして、今の高市総務大臣も直接私からお話してまして、まあ、真剣に総務省も考えてくださっているんじゃないかと思います。まあ、そういうことでですね、まあ、税の見通しはもちろん適切な期間にちゃんとありますし、そこで穴が開いた場合にどう補填するかというのは、まあ、いろんな税制上の私も経験を積んできておりますから、まあ、しっかり対処したいと思います。はい。では、以上で、社会見を終わらせていただきます。